こんにちは、速稼塾の久保です。暗号通貨系、仮想通貨系のね、詐欺がちょっと前からまた増えてきまして、これから本番を迎えます。もうすでにお金入れちゃった方、そろそろ諦める準備をしといた方がいいと思います。その案件、詐欺でございますね。詐欺じゃないように見えるから詐欺なんですよ。あ、これ詐欺やんって分かるやつは詐欺じゃないんですよ。ですんでね、いやこれは大丈夫だろうって言ったやつね、それが詐欺ですからね。うん、じゃあそうじゃないと詐欺に引っかかる人いないんですよ。いやいや、これはね、裏付けがあるから大丈夫だろう、これはあの人が紹介してるから大丈夫だろう、これはあの国が参加してるから大丈夫だろう、これはあのね、こういうやつなんですよ。裏付けがあるからこそ詐欺ってかかるんですよ。用心してくださいよ。いつだったかイギリスがね、イギリス国家が認定してきたオービスにこうなんていうんですか、課金するようなね、そっから利益を吸い取るような、そんな案件もありましたね。でイギリス政府が公認してるって書類が出てましたけども、あれ単なるね、法人登記のそれ認定ですからね。まさにそのスキームを認定したんですよってことではないですからね。だったと思います。ちょっとね、私も記憶がもう途切れてきましたけども、とにかくね、信頼の向こうに詐欺がありますんで、これは大丈夫だろうと思ったものに手を出した時、あなたはもう詐欺にかかっています。そのお金は諦めた方がいいです。出てこないんですよ。ホームページ上にね、カウンターが回っていて、どん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 毎日毎日お金が増えていくような感じがするでしょ。だからそれバーチャルのカウンターなんですよ。それが実際に自分の口座のお金ではないですし、あとはね、ウォレットってあるじゃないですか。ね、ウォレットも勝手にホールドされたり、勝手にお金消されるでしょ。だからウォレットも全くね、安心できないですからね。だからね、やっぱり金融庁が抱えている日本の証券会社とかね、銀行、こういったものぐらいまでに着金した分はいいですけども、海外の取引所、暗号通貨の大手、何社潰れてきたんですか今。ということなんで、まあやるなとは言いませんけども、お金を送金した瞬間、お金をどっかに、ね、入れた瞬間にそれはなくなったと思いながら、まあ高いゲーム代を払うような感覚で楽しむのがいいんじゃないですかね。宝くじもね、10万買おうが30万買おうが全部外れたからって言って文句を言う人はいないですしね、詐欺扱いする人いないでしょ。それと同じですからね、うまいことできてるんですよね。多くの方の消費を刺激して欲望を喚起するような、そんな商品があるんですよね。で儲からないという形でございます。で一部儲かる人はいるんですよ。なぜなら儲かったよっていう実績者がいないと参加者があんまりいないからなんですよ。まあですんでね、そういうふうなね、一部の儲かったよって人に、まあ選抜されるとラッキーかなと思います。まあとにかく暗号通貨系の案件っていうのは、もうね、詐欺だと思いながら、インチキだと思いながら、楽しんでいただくのがいいんじゃないかなと思います。私もね、なくなったと思いながら、資金を入れた瞬間なくなったと思いながらやってますんでね。もともとね、事業だろうが、ビジネスだろうが、投資だろうが、お金を自分の手元から離した瞬間に、それはなくなったものと考えないといけないところなんですよ。だから、それを増やそうと思って必死で働くわけですよね。だからそのね、自分が行動する余地がないところに、もうそこにチャンスはないってことなんだと思うんですよ。だからほったらかしで儲かりますってやつは、こっちがほっとかれるわって話ですよ。サポートもなくなったりとかね、会社からの連絡もなくなったり、ほったらかしになるのはどっちやって話ですよ。ほったらかしで儲かるのは自分ではなくてその会社ってことなんでしょうね、きっとね。ということで繰り返しますけども、これから、そしてすでに暗号通貨の案件どん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 閉じてますんでね、今から暗号通貨案件に参加しようかなと思う人は、なくなったもんと思って楽しむつもりで参加してみたらいいんじゃないでしょうか。儲かることを期待せずに、儲かったらよかったみたいなね、結果論儲かってラッキーみたいな感じがいいと思いますよ。暗号通貨のことは誰一人何も分かっていない、これがスタンダードです、ね、詳しい人っていうのも詳しくないんですよ、ね、暗号通貨なんとかとかね、投資アドバイザーとか、ね、いろいろ書けるわけですからね、そんなものはないということでございます。では、いってらっしゃい。